おはようございます。3月23日火曜日、新聞コラムの音読を行います。その前に新聞、新聞再拡大防止へ阻止へ新基準、新型コロナ「アンネナプキンは高度成長の最中の昭和36年に売り出された」「発売の1日目で問屋入荷分の9割が売れてしまう」女性の社会進出を支えた生理用ナプキンの歴史はこの時から始まった。月経をアンネと呼んだ頃、田中光著、アンネと言われてもピンとこない世代であろう。昨日のオピニオン欄に掲載された高校3年生の藤林秋野西野さんかな、西野さんのエッセイを興味深く読んだ。友達になったインドからの留学生は日本のナプキンの質の良さに感動していた。インドでは多くの女性が高価な ナプキンを買えず、不衛生な処置のために子宮の病気や感染症で苦しんでいるというのだ。実は経済的な理由で生理用品が買えない、いわゆる生理の貧困の問題は人ごとではない。学生を対象にした最近のアンケートで、生理用品を買うのに苦労したことがあると答えた人が 20%、 トイレットペーパーなどで代用したことがある人も 27% に上った。コロナ禍によってアルバイトができず、多くの女子学生が経済的に困窮している実態が浮かび上がった。アンケートについては国会でも取り上げられた。菅義偉首相は60億円の予算をつけ、 NPO の支援活動を後押しする方針を示した。女性が生涯で生理用品に費やす金額は70万とも150万とも言われる。世界を見渡せば、昨年11月、英国のスコットランド議会が住民への生理用品の無償提供を全会一致で決めている。ニュージーランド政府も今年2月、すべての学校で生理用品を無料で配布すると発表した。
女性のみに課される負担を大幅に軽減するために思い切った方策を打ち出したスコットランドとニュージーランド、どちらも女性が首相を務めている事実ともともちろん無関係ではないだろう。令和3年3月23日火曜日、三経妙の音読を終わります。先ほどこの文章の中にある記事の中にあるオピニオンを掲載しておきますので、読みたい方は動画を止めて読んでください。拡大しておきます。1,2,3,4,5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 。こんな記事があるとは全然知りませんでした。次に新型コロナ世界感染者が多い国。22日現在、米アメリカジョンズ・ポプキンズ大学の集計による値です。アメリカ、イギリス、インド、ロシア、英国、フランス、イタリア、スペイン、トルコ、ドイツ。世界で患者数1,2,342,500トンで26人、死亡者数271,6196人です。国内の感染者数昨日より大幅に増えてます。822人。首都圏では東京が187名、千葉が97名、あと関西圏は大阪は100名より減ってます。79名。ということはこれは全体的に増えてるってことですね。全国的にマスク、手洗い、うがい、換気、3密を避けましょう。次は尖閣周辺に関する、列島に関する記事で、尖閣は、領海外、どうなってんの？なんか取り乱してます。尖閣周辺、中国公船38日連続、領海外にある接続水域で22日、中国海警局の船3艘が航行しているのを巡視船が確認。
中国当局の船が確認されたのは38日連続です。東京と福岡で桜満開、桜が満開してますね。福岡市は平成25年に並び最も早い記録、平年より10日、去年より11日早い。東京都心は25年と昨年に並び2番目の早さで、平年より12日早かった。以上で本日の産経新聞産経名の音読を終わります。ありがとうございました。またねー。